松田学です緊急事態宣言が6か月ぶりにです、ね、再発令ということで1月8日から2月7日までの1か月間ということで,です、ね、1月7日に総理も記者会見を行って正式に決まったということです。まあ、今回の発令理由はです、ね、新型コロナが季節性インフルエンザよりも肺炎につながる恐れが高いと。 えーまあ、急速に感染者数が増加していることに伴う医療逼迫も懸念しているとされていると、医療崩壊はです、ねまあ、あの国民の生命および健康に著しく重大な被害を与える恐れがあるということで、えーまあ、こういう事態が発生したということで,です、ね、東京と神奈川県、千葉県、埼玉県1都3県に対してです、ねえー、この自粛ということになったわけなんですね。 でこれはの1月7日の午前中に宣言発令の妥当性を判断する基本的対処方針と諮問委員会と尾身さんが会長ですが開催しまして西村大臣があの宣言に合わせて基本的対処方針を改定する案も説明したということで,です、ねまあ、一連の手続きが行われたということです。でこの菅総理が発表した内容、まあ、もいいろろニュースなんかで ご存知かと思いますけれども改めて、えー、確認しますとです、ねえー、このいわゆる飲食店は20時までの営業時間短縮を要請するということで応じないところは公表するということができる、えー、でまたです、ね、応じたところにはです、ね、あの協力金が支払われる1ヶ月180万円を上限だというふうに発表されていますでそしてあのそういうところでの種類の提供は11時から19時に限定されると。 十九時までしかお酒は出さない。で閉店は二十時ということですね。えー、ただ、宅配とかテイクアウトは対象外とするようですね。でそして、えー、特に二十時以降は、不要不急の外出自粛を、えー、この一都三県の方々に要請しますということです。それから、イベントについては、ですね五千人か、収容率五十パーセント以下になるか、どちらかの少ない方を。 正にということがで限度にするということを事業者に求めるということになりました。またあの集会場とかデパートとかあそういったところ営業をやっぱり20時種類提供は19時までということですね。 えー、そしてまたサービス提供をする店舗1000平方メートル以上のところについてもですねあるいは博物館といったところもみんなこういった規制がかかるということです、えー、でまたあのテレワークをやりなさいということで、えー、この職場への出勤者を7割削減する目標ということになってます それから学校は小中高校に一斉休校するということはしないと、まあ、子どもたちから感染が広がるということがなかったというのは今までの経験で分かったということですね。大学については対面とオンンラインを効果的に組み合わせててやってほしいとということですそして大学,共通大学入学共通テスト高校入試といったのはです、ね、感染対策を行った上で実施するというふうなことが言われてますしまたあの大きな発生をしたりとかですね身体 接触のある部活動については一定の制限を設ける検討も行うというようなことも併わせて伝えられているところであります。であの、菅総理の発表された内容で、どんなことが言われているかというとです、ねまああの、今回です、ね、新型コロナ対策本部で決定された内容だということで、感染を減少傾向に転じさせるということですね、今回の措置でですね。 そして基本的に雇用を守り事業を継続させることを優先するという論理ですね感染をを減少させるるるこことととが雇用を守ににななんだいいうそういうそ論理構成になってます、ね、でまた事業者に対しても無利子無担保融資というのをでにやってますけれども十分財源があるんで大いに使ってほしいということもおっしゃってますね。 だから今後の取り組みとしては一つは特措法を改正するということでそこに罰則を盛り込むなどこの実効力、効果のあるものにしていくということで法案を取りまとめて、えー、この今度の通常国会に提出するというふうなこと。 それからワクチンについても治験データ前倒しでやってですね2月下旬までに接種が開始できるようにするということもおっしゃっていますねそれから医療体制についてもですねコロナ重症者に対するそのコロナ対策の病床を大幅に増やすということで1床当たり450万円の補助,を補助金を新たに上乗せして1床当たり2000万円になると大幅な支援,をすると支援の拡充をすると。 また自衛隊なんかの投入もできるようにするということですねでそしての国民へのお願いとして菅総理がおっしゃったのはです、ねまあ、痛みを伴う自粛に対するこれまでの協力にも感謝するということをおっしゃった上えで、まあ、想像を超えて厳しいものになったとで必ずこれを克服できるものであるとでそのためにもう一度制約のある生活をお願いしますということで、まあ、会話の時のマスク 外出を控えるで,で通勤の7割削減をするそして外食を自粛してもらうとこの3点をお願いするとおっしゃってました。で特に 若い人へということで菅総理がおっしゃっていましたが1都3県の感染拡大の半分以上が30代以下の若者を通じてのものだということあ、まあ、若者なんだと、まあ、この若者の方々からです、ね、ご家族とかいろんな方々にこの移っていくので,です、ね、そういうことも他の人のことも考えてほしいとご自身は症状が出ないかもしれないけれども感染拡大につながるのは若者の行動によるんだということもおっしゃってますね。 1か月後には必ず事態を好転させると改善させるとそのためにあらゆる手段を尽くしていく全力を尽くすとそのためにもう,一度のもう一度のご協力をということを菅総理はおっしゃっているということになりますなおあのこれは報道によりますとです、ね、このこの速やかに緊急事態を解除するということもあるようでしてそれはどういう条件かというと新型コロナ対策分科会が示す4段階におけるステー ページこれが3に下がればですね1ヶ月の期間緊急事態宣言期間の途中でも解除するということにはなっているようです。ただあの分科会の専門家の間では1ヶ月の収束を困難視する見方が。 体制になっているという状況です、ねえー、ただ,ただまあ,あのまあ以下あの私のコメントも差し、えー、少し入れさせていただくと、えー、感染を減少傾向に転じさせるといってもあの毎年インフルエンザや風邪というのは2月に向かってピークになっていくと。 っていうのはあのこれはあのこういったウイルスの特性として冬になれば、まあ、温度が下がりそしてその湿度が下がるとどうしてもウイルスはそれと冬になると人間の免疫力も低下するそのバランスで感染というのが起こるんで、まあ、そういったことで冬は寒くなればなるほどです、ね、感染拡大するのはこれ,これはもう避けられないことなので。 まああのこれ、しかしこの条件が変わるのはまあきあの春になると変わるわけですね、だから春になれば、いずれにしても感染が減少傾向に転じるのは春になれば転じるわけで、今回1ヶ月、2月の7日までということなんですが、この1ヶ月やってみたところで、実はその感染が例年だとピークの時期に解除されるということになるということを、これをどう考えるのかなと、まあとでもちょっと申し上げますが、感染症の基本的な対策として、今回の自粛措置 っていうのは本当に、えー、あ大丈夫だったのかということはいろいろ議論があるように思いますで今回の緊急事態宣言に至るちょっと流れを簡単に振り返って整理してみたいと思いますがまずあのと年が明けて1月2日にですね東京都の小池知事、えー、1都3県の他のあの黒岩神奈川県知事とか埼玉県知事の大野さんあるいは千葉県知事の森田さんというこの4人がですね、えー、この政府に対して。 えー、西村大臣に面会してですね、えーまあ、いわゆる いわゆるあの対策措置法に基づく緊急事態宣言を発令するように要請したということがあったわけですね。でその理由としてはですね飲食店への営業時間短縮要請なんかして,てきたんですが、まあ、今までは、まあ、都内なんか10時ということでやってきたんですが十分な効果が見られなかったと。で医療提供体制も逼迫しているということでより強い対策が必要だということだったんですね。まあ、まあ緊急事態宣言の発令が視野に入る 危機的な状況だということを、えー、伝えたわけです、えー。西村大臣ですね。で、面会した後、小池さんはですね、一都三県の陽性者の数と医療提供体制の厳を踏まえると、ここで直ちに徹底した人流人の流れの抑制を図る必要があると判断したというふうに、えー、面会後そのように小池さんおっしゃっていたということなんですね。えー、まああの実際首都圏ではあの昨年の11月からですね、一、えー、都三県ではあの種類を提供する 飲食店なんかに営業時間の短縮とか外出自粛の要請といった対策を相次いで打ち出してはいました。ところが 新規感染者数が12月31日ではです、ね、東京都で 1000, 万人を1000人を超えて1337人という数字が出たり他の3県でも過去最多を更新するということで効果が出てなかったということですね、まあ、都の関係者はこれからも感染者の増加が見込まれると人の流れを止めると。 そのための緊急事態宣言が必要なんだというふうなことを言ってます。えー、ちなみにあの今回はですね、先ほど申し上げたように前回の緊急事態宣言に比べれば、まあ一応この限定したあの自粛ということになってるわけですね。えー、まあ前回に比べてきつくはないということは言えると思います。で前回は第一波ということで、えー、昨年4月7日に政府が東京や大阪府といった七都府県 県に発令したんですね。で、16日4月16日には全都道府県に対象拡大したと。 いうことで、これはもう幅広い業種に休業要請強い対策を打ち出したんですね。まあ、感染拡大は収束に向かいまあ、実はあの感染拡大はあの緊急事態宣言が出る。3月、まあ、前の3月末にもあのもうピークを超えてたんですけれども、まあ一応あの収束に向かったということで、宣言が1回延長されましたが、5月25日に全面解除されたという経緯がありました。で、果たしてこの緊急事態宣言なんですが、元々政府は後ろ向きだったんですね。いろんな議論がありました。で、この。この 緊急事態宣言の効果を政府は疑問視をしていまして、むしろ特別措置法の改正を優先した方がいいという考えだったんですね、西村大臣も慎重に判断するというのを、この小さたとの面談の後おっしゃってるわけで。 でまあ、なぜ慎重だったかというと、とにかく社会経済活動がストップしてしまって、日本経済を一段と冷え込ませるということとです、ね、それからあの実行ある措置が法律で決まってないわけです、例えば罰則を適用するとかですね、そういうのがない限り、実行ある対策にならないんじゃないかという意見が非常に強くてです、ね、またあの菅総理もかねてからこの、この宣言をしなくても国民の行動変容は可能だということで、消極姿勢だったんですが、ですね。 まあ、でも、まあ、いろいろとこの感染者が拡大してです、ねえーまあ、あの事態を重く見ざるを得ないという、まあ、総理の判断もあったんでしょう、えーまあ、総理も大晦日や元日を返上してです、ねあのこのえー、対応に臨んできたわけなんですが、えーまあ、た,ただです、ね、政府の見方はもともと飲食店などの休業とか あるるいは営業時間短縮を徹底する方が感染抑止に効果的なんだと国民の活動を全面的に抑制するよりもこの一番その局所的なところにきちっと手当てをして感染の原因になっているところに手当てをするのが効果的だと見ていたんですね。で、まあ、西村大臣なんかは2日の面会の時に知事たちに対してですね改めてこの面での協力ってこういうのこの飲食,飲食店の休業とか営業時間の短縮を求める権限ともそれぞれの自治体と 都道府県にあるんですねだからそれもっとやってよと言ってたんですねでそれに対してつまりですね政府の中では東京都は何も動いてないと、えー、宣言を発令したので状況は変わらないというような不満がもともとあったということなんですね。 で、まあ、特にです、ね、今回、緊急事態宣言に踏み切りますとです、ね、政府の新型コロナ対策が失敗だったということを自ら認めることにもなりかねないと、内閣支持率も下がっているところで、まあ、かなりこの政権にとっても打撃になるという判断ももともとしていたわけです、でとにかくこの特措法改正案の取りまとめを急いで通常国会に出すということを優先したかったわけなんですね。でまたです、ね、この 政府の側にはです、ね、あの飲食店にさらなる営業時間の短縮をしようとしない、えー、いわゆる東京都に対するいらなちもあったというふうな話もあります。 えーまあ、緊急事態宣言を再発令する前に、えー、知事が必要な措置を取るべきだという立場だったわけですね。えーまあ、ところが、知事たちの,あの立場から見ますとです、ね、なかなかこれ以上の、えー、営業時間短縮を求めるというのは厳しいと、えー、もうあのこれは時短をするというのは飲食店にとっては死活問題反発を招くと。 とういうことなんですねだから政府から見るとですね、こ,のこういった知事たちが、 特に東京都が反発を恐れて政府に責任を転嫁しているんじゃないかというような見方もありました。えー、まあこれはあの尾身,尾身さんもですね、あの各知事に対するまあとと都知事に対する不満を漏らしていたという話もあります。まあこの緊急事態宣言というのはもともと殿下の報道なんで、これで効果がなければああ決定で失うというふうに見られてるものだったので、まあ本当にこの発令すべきものだったのかどうかっていうのはまあ議論が残ったままだないかなと思われます。 まあこれあの悪く言えばですね知事の皆さん方がえ住民からの悪評を恐れて責任回避をするその結果として我々があその一般の住民がですね行動制限にえまあ追い込まれたという面もありますしそれから GoTo トラベル というのがです、ね、これはもともと政府の立場は GoTo トラベルで感染が拡大したエビデンスはないということを菅総理もおっしゃっておられたんですね、まあ、それがの年末年始の中止停止になったというところでふらふらしてるんですけれどもこ,のこういったです、ね、私もこれ女子に考えても GoTo トラベルの行ったところの旅館とかそういうところってもう徹底的に消毒をして迎えようとしてたわけですねそのために相当のお金も使ってたと聞いております。でむしろろ家族でそういういいところに行っていた方がです、ねまあ 結局そういうところに行けなくなっちゃったので時間が余った多くの方々がですねえ例えば年末でもあの私の家の近所でも駅前なんかに行くとも,ものすごい人がいるわけですねどの駅前に行ってもたくさんの人がいるとでそういうところでむしろ感染が広がっちゃうんじゃないかと。 GoTo トラベル行った方がよほど感染が拡大しなかったんじゃないかというかことをの指摘もあるんですねだからやっぱりその点では信念をつらくべきだったんじゃないかなと思わざるをえない面もありますまたあの日本の欧米に比べた人口当たり死者数から比べても国民全部の、まあ、今回1都3県ですけれども行動を抑制するということについての、まあ、バランスということから見ても、えーまあ、そこまでやるのかなという、えーえー まあ議論はあるんじゃないいかと思いますあのここであの緊急事態宣言再発令ちょっとフリップを出しておりますけれどもあのちょっと整理してみますと日本はですねいろんな先生方のご意見聞いてますと、えー、やはり集団免疫が達成された国なんですね、まあ、そ,のその理由は自然免疫説もあれば交差免疫説もあれば拡足免疫説もいろんな説がありますが少なくともあの土着の別のコロナウイルスでですね 免疫がすでにできていたということとそして弱毒性が流入したために強毒性のものに対して打ち勝ったというこの2つの要因が重なった二重の神風が吹いたと、まあ、上子先生がおっしゃっているのは獲得免疫施設ですけれどもそういううい見解がどうも正しいいような感じがいたししますでこのしかし免疫はウイルスに暴露しないといわゆるブースター効果が働かなくて廃れてしまうんで上子先生なんかはですね弱毒性が1月に入っていたわけですね。そ,れその後いろんな自粛 など活動を抑制をしていたので、だいたい10ヶ月も経つと完全に伝えてしまうと、それが11月。そこで11月から感染拡大したんですが、ただ1回あの免疫ができたんで、体内に免疫記憶が残ってるので、感染すれば抗体が作用してですね。重症化や致死率は低下していくということを何人かの専門家がこのチャンネルでも指摘をしています。で、もう一つあの冬になりますと、ウイルスはどうしても活性化する。先ほど申し上げたとおりですね。免疫力とのバランスで感染。を 毎年冬には風邪とインフルエンザが拡大するわけで当然足元で感染者数が拡大すること自体はまあ防ぎようがないことですでしかもピークは2月だということですね、えー、またあの陽性者数の中の一部が感染者数でありその一部が発症者数でありその一部が重症者数でありその一部が死亡者数であるとこの関係についてもう一回押さえておく必要があります。 えー、その中で重症者数や死亡者数は日本は欧米の数十分の1なのに医療,体医療崩壊の懸念があるというのは、ね、やっぱり何か明らかにおかしいも,うもっともっと早くからやるべき対策があったんじゃないかというふうに言われてます、まあ、あのこのチャンネルでもいろいろと指摘しておりましたように一つは指定感染症の分類、えー、今現在はペスト並み2類を1類扱いでやっているとでもインフルエンザ並みの5類へ見直すべきだ。で今後これについてです、ね、あの2月からもうこのまた1年 延長するといいう厚労省の方針が出ていてパブリックコメントだ、ね、から今回の緊急事態宣言の発令のにを控えてです、ね、パブリックコメントの期限がもうちょっと先だ確か1月15日でしたかねそれがなんかもう締め切りなんだと <laughs> なんかおかしなこともあるみたいですね結構これ五、まあ、類に見直すべきだという意見が強いんですね。というのはあのこ,うこういういわゆる重症者数や死者数が欧米の数字 分の1にもかかわらず医療逼迫が起こる原因がですねこの感染症分類陽性の人はみんな医療的な医学的な対応しなければいけないこれは医療資源がいくらあっても回らないわけですねでこれを見直せば毎年インフルエンザではもっとたくさんの人1,000万人で単位の人が感染し多い年で1万人の方が亡くなっているわけですで今年はインフルエンザがいわゆるウイルスの干渉の原理でですねコロナが入ればインフルエンザが入らないという関係でインフルエンザの死者数が多うんです ぐがぐんと減ってるので感染症の死者数と全体で超過死亡で見ると日本はマイナス減ってるんですね1万数千人という試産もあります他の国が何万人何十万人と増えているに対して日本は減ってるわけなんで まああのこれはちょっと語弊があるかもしれませんがコロナのおかげで死者数が減っているという面もあるということとの関係も見る必要があるで毎年インフルエンザが流行ったって医療崩壊が起こってないんですもっともっと激しい感染者数の拡大があってもですねが一つが死で感染症の分類の問題ですし医療側にも構造問題があるという話はこのチャンネルでもできてます。それかからら免免疫疫力力とととののバランスななんでですからやははり大事なここ低下をを防ぐことで自粛をしたり になれば低下するだからこそ私はむしろ自粛よりも免疫力強化国民運動のようなことをやってですね高齢者屋外に出て一日1回でも太陽光線を浴びるとか現役世代が活動してブースター効果を高めるとか GoTo ト,トラベルを再開するとかですねまたワクチンについては2月末と言ってますけれどもこれは将来的に遺伝子を改変する恐れが否定できないと言われている限りですね一旦集団免疫が達成してワクチンを投与したと同じ日本でどこまで考える 何といっても新型コロナからの本当の脱却というのは、えー、新型コロナに対する見方を是正し、えー、意識転換をすると、えー、感染者数がメルクマールでは決してないんだとウイルスというものの本質的な性格上人為的に感染を抑止するあるいはましてや根絶するということはありえないということをもう一回感染症の基本に立ち返って、えー、真の専門家の意見をに傾聴してですね、えー、基本に立ち返て 立ち返るということではないか。またあのメディアの煽り報道をやめて、煽れば煽るほど感染者は増えますと上香先生もおっしゃっている通りなんでですね。我々としては免疫力を強化しバランスの取れた判断をしていくということにですね。ま私としてはそういった意味で緊急事態宣言の再発令されましたけれども、まあ国民としてはそれにきちっと従うべきだと思います。あの政府の方針には従うだけども政府がですね、えー、きちっと正しい認識に基づいて1日も早くこの、えー、宣言が解除さ されることを望み、望み経済社会が正常化することをが一日も早く来ることを期待しているものです。以上あのちょっと長くなりましたが、この問題について取り上げました。どうもありがとうございました。